改革クラブはかつて存在した日本の政党。1990年代の政党の理合集参1997年12月31日、新進党が分党した際、小沢一郎の党運営に反発していた若手議員を中心にベテラン議員の小沢達夫を代表として結成。1998年1月5日に届けで、1998年1月12日に、 決闘大会が開かれた。当初は、フロンティアネットという歌唱が付けられたが、正式な発足にあたって改められた。小沢自由党や、旧新進党議員らにより結成した、民主党などと一線を画す路線を取り、公明党と院内会派を組んだ。東京都選出の現職国会議員は皆無だったが、第18回参議院議員通常選挙、東京都選挙区では公明代表。 浜四つ都市公、小沢自由党や民主党、岩国哲人と共に支援。その直後の内閣総理大臣指名選挙で1回目は、浜四つ、決選投票で自民党総裁、小渕恵造でなく民主党代表、菅直人、支持。1999年東京都知事選挙では、鳩山国を支援。公明党が自民党と連立を組んだことに伴い与党入りし、 格外協力という形となったが、少数政党のため全く発言力を有せず、政務時間を一人出したのみにとどまった。また、選挙協力でもかやの外に置かれた。2000年6月の第42回衆議院議員総選挙では、公明党の推薦を受けたものの、自民党には、全省選挙区で対立候補を立てられ、所属候補全員が敗北し落選。このため、 所属国会議員は参議院の浜田卓次郎のみとなったが、同年7月24日に所属する会派、公明党、改革クラブが公明党へ名称変更したため、院内から改革クラブの名称は完全に消滅した。代表の小沢は、この選挙に出馬せず、政界を引退しており、最後まで改革クラブに残っていた埼玉2区で、 敗北自然第二子の石田克之が民主党に入党したことにより自然消滅した。官報の政治資金収支報告書によると、解散は2002年度中に行われたものと思われる。なお、代表の小沢達夫は決闘当時81歳で、あったが、これは日本国憲法になって、以降では国会議員を要する新党の党首として最高齢記録である。正解ビッグ版。 ただ今進行中リンゴ周産、議員の同行。1998p13 ありがとうございます。